中島ファラン一生中島ファラン一生はカナダカルガリー出身の同国代表プロサッカー選手。ポジションは FW、MF。弟はサッカー選手の中島ファランパリス。カナダにてイギリス人と日本人の両親の間に生まれる。3歳の時に日本へ移住し少年時代を過ごす。この間にサッカーを始めベルディ川崎のジュニアチームに所属した。 その後一家はイギリスのロンドンへ移住し、彼自身はクリスタルパレス FC のジュニアユースで11歳から14歳までプレーした。2000年に日本へ戻り、ベルディのユースに所属していたが、プロ契約には至らず、2003年にアルビレックス新潟へ入団した。2004年にアルビレックス新潟シンガポールに期限付き移籍し、 二年連続で2桁得点をマークして2005年の最優秀若手選手賞に選ばれるなど S リーグのスター選手となる。2006年にはデンマークへ渡りスーペルリーがトップリーグのベイレビー系へ移籍。ベイレビー系では2006から2007シーズン2桁以上の得点を挙げる活躍を見せた。2006から2007シーズン終了後チームの降格に伴い中島はかつて 川口農活が所属した FC のアシェランに移籍することになった。そして2009から2010シーズンには同リーグからファーストディビジョンへ降格した a c ーセンスに移籍し、弟のパリスと一緒にプレーすることになった。2011年8月、ブリスベンロア FC へ完全移籍。同年の A リーグで優勝を果たしたが、中島は翌2012年の AFC チャンピオンズリーグには、 外国籍選手の制限により出場できなかった。中島にはイギリス、日本、カナダのいずれの国籍も選ぶ権利があった。2005年にカナダ国籍を選択したが、2006年9月の雑誌、家でのインタビューによると、まだ日本国籍であり、本人もチャンスがあれば日本代表でプレーしたいと語っていた。しかし、2006年11月にカナダ代表に招集され、 11月15日のハンガリー代表との親善試合に出場したため日本代表としてプレーする可能性はなくなった。2008年5月31日のブラジル代表との親善試合では先発出場を果たした。カナダ代表としての初ゴールは同年6月15日に行われた W 杯南アフリカ大会北中米カリブ海予選の2次予選第一戦で セント・ヴィンセント・グレナディーン代表を相手に決めている。ありがとうございます。